そうだ、ポルポはある罪で有罪になって15年は出てこない。就職するのと同じさ。どんな面接かは彼の気分次第だが、合格すればな。ではそこに立って、両手を頭の上に。あなたが通った後、ゲートは閉じます。何かあった時は叫んでください。怪我でもしているのかね、その左腕。つまり君は右手だけで今までカバンを持っていたってことだ。ワインでも飲むかね。極上のキャンティークラシコがある。そこが人間の良さであり、らしきところなんだがね。何ができるかですか。ほう、君は何ができるんだね。その他には特技なんて大したものは。人が人を選ぶにあたって最も大切なのは信頼なんだ。おっと、炎が消えないように気をつけたまえよ。それができたら君の入団を認めよう。簡単だろう。これが入団の試験だ。館内を出てもよいという許可が出たら次の部屋へ進み、自分の所持品を受け取ってください。手の中の死角に、さっき身分証を隠したように。 OK です。花？いきなり窓が開いて風が吹き込まないように、僕のスーツケースとか荷物はもうないようだ。ゴールドエクスペリエンスで電線のコードを蛇に生まれ変わらせた。炎を吹き消すのだけは止めなくては。いやー、しぶきだけで水がかからなくてよかったよかった。そんな甘いやつならこんなテストで僕を試したりはしない。炎？おお、やっぱり出とるよ。点火ボタンはこれかの。押してみた。おかしい、再点火できるなんて絶対におかしい。一つは生きて選ばれる者への道、さもなくば死への道。この魂、選ばれるべきものではなかった。